妻、今日はデートだよ。パウダーデートだよ。時間限定デートです。終わったらまたいつも通り不仲に戻るからね。今日の神楽はこんな感じ。今から晴れてくる予報なので、まあこれは間違いなくいい日になるでしょう。 Here we go。 ディリリリリン、ディリリリン、ディリリリリン、ディリリリリン、ディリリリリッテンステン、ディリリリン、ディリリリリッテンステン、ディリリリン。今日はスノーボードパウルレイ一点かけたてラッキー。あの兄ちゃんめっちゃ浮かれてる。気持ちわかる、すごくわかる。いやほー、前回大外れしました私ですが、今日は間違いなく当たりました。今三ツ俣ゲレンデでだいたいニュースの25センチかな。なのでまあ上はさらにね、期待ができるんじゃないかと思いますよ。妻、やっぱ妻がいると当たるんじゃないですかね。前回妻いなかったですよね。まあそういうことにしておきましょう。妻がいると僕もパウダーに当たる確率が上がると。 The day、 もうパウダーほとんど残ってない。見えるところみんな食われてる。出遅れた。今日だからさ、俺ら2便ぐらいだったんだけど、うん、それでももう LINE が3、4本入ったから。そうなんだ。ノートバックじゃなかったらもう別にそんなとこやんなくてもいいじゃん。俺らゴンドラから見てさ、うん、あれ？カグラ降ってねえのか。ありましん。一緒にリフト乗るの何年ぶりだべさ。そうね、何年ぶりだろうね。何年ぶりだろうね。まあ本当に10年じゃ効かないかもしれないね。まあ今じゃまあまあターンマスター降ってるけどな、俺も。ちょっと立ってんとこしか見たことねえぞ。谷川だけでまっすぐしか行かなかったからね。最近ターンマスターぶってる。根本はちょっかりくんだから。そうだね、ザ・ちょっかり。やっぱちょっかりのアドレナリンはすごいからね。この間も三角ショーピークからさ、これでファースト行ったんだけど、うん、でその後もう一回三角まで登り返したの。ショーピークから上がって三角までね、うん、上から見たら俺のラインもっと三角まで行ってなんとなく R に見えるみたいな。薄いのね。薄い。俺的にはターンしてんだけど。でもさ、美学だよね。そう。こうやってね、うん、ただの。俺もすごいそれを思ってて。うん、だからスキー今やってるけど、俺もショートターンってよ、ほぼしなくて。うん、俺の美学なの、うん。スノーボードみたいなターンをスキーでやるっていうね。うんうん、うね、じゃあスノーボードやれよっていう話なんだけどさ。スーパーガイドの言うことを聞く。うん、今日は五郎馬一発目行くぜ。Thank you, シー。グッパーだ。カグラのナンバーワンガイドが並べって言うからさ、まだ一本も滑ってないけど、並ぼうか。あいつが言うんだから間違いない。絶対間違いない。本もゲレンデを滑らないまま、はい、バックカントリーから滑りますよ。ヤッホー、ヤッホー、かっこいいかっこいい、イエーイ、ウフー、やばいやばい、俺の白い粉中毒の禁断症状が出始めてきた。マッキーマッキーってなんだ、牧原のりゆきのことがバカだよ。名前を出すんじゃない。さあ、それでは私が神楽第五のマンスリフトね、これでもう一番神楽スキー場のピークです。一番山頂のところからパウダーコースのトップトゥーボトムご覧いただこうかと思いますよ。気持ちいいと声が出ちゃうんで、ついつい声出がちなんですよ。少々、うるさいかもしれませんが、まあ、それもひっくるめてお楽しみください。行くぞ。もうドロップするぞ。よーし。ユッホー。ウォーホー。ウォー。ウォーホー。ウォー。ヘ
深すぎてハマる。スピードに乗せて、スリーへ突入。りすぎた。よいしょ。よいしょ。でも大丈夫。やったー。うほー。いやー。つまー。つまつま、やっほー、やったねー。いっぱいいた。途中でスタッカーが。よし行くぞ。おおおお、細かいパウダーも全部食う。いやー、ここも食う。おおおお、やった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 。つーまつーまつーま。よかったよ、つま。よかったよ。気持ち悪い。今季最高。一番声出ちゃったよ。いや、全然底付きないパウダー。最高。トップトゥーボトムでした。いかがでしたでしょうか。これがサグラポテンシャル。イエイ。カモン。ユーザーに住んだらいいんじゃないの。今さ、途中でさ、スタックして、モリ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 してたやついっぱいいたじゃない、みんな、いったとんがってましたよ。うちらとんがってませんけど。僕ら、まあ一応パウダー用の板ですけど、ツインチップ。スワローテールとかにもなってないけど、そんな板の子たちがみんな、もぐもぐ、もぐもぐしてたから、そんないっぱい食べなくていいよってね。じゃんじゃん。2本目。
ちょっときつかった。難しい。やっぱりタイトだ。難しかったぜ、テクニカル。これでもう一回山頂に上がって、まあそのまままっすぐ降りていけば11時半から12時の間には駐車場に戻れるかなと。これが私たち湯沢に住む2拠点生活者の雪が降った日のルーティン、お昼には下山して仕事に戻ります。本当？働く気あんの？ご近所ママさんとセッション行きますよ。いやー今日は結構ラッキー、すごい。もうちょっと行こうかな。 OK! カモン、もったいないもったいない。3から行こう。 OK! よし、ご近所パウダーゴー。ウフーウフーウフー。で、やっほー。おっと、母ちゃん、まさか、ももプルプル。まさかの、ベリーが今一度声を出す。やっほー。you
やったぜママパウダーヤッホーさすがだね、全然ついてきちゃうんだね、ちょっとプレッシャーだったよあれ転ばねえと思っておかげさまですごいすごいすごい湯沢のママは強えぞでした。今日のパウダーパトロールおしまい。よし最後まで見てくれてありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。せーの、アデュー。